皆さんこんにちは、 ARTA ギャルズです。今回は毎年 ARTA ブースでも大人気のキャップの中から私たちのおすすめ商品をご紹介します。イエーイ。じゃあまずマッキーと京香ちゃんからお願いします。はい、はい、私たちが紹介するのはこちらの ARTA ニューエラ950のキャップです。京香ちゃんから。京香ちゃんはモデル、コラボモデルになってますね。でこちら ARTA の大きなロゴ、白い刺繍で書かれてるんですけど、でこちらのシールも見えるようにニューエラのシールが貼ってあります。でグレー、すごく使いやすくてお気に入りです。グレー以外にも他に色あるんですよね。そうで、4種類あってグレー、ブラック、ホワイト、オレンジがあります。マキちゃんは何が好き？私黒色好きなんですけど、全部かぶってみたい。全部おすすめです。マキちゃんのは、ね、また生地が違いますね。そう、私のはニューシリーズになってて、デニム生地なんですけど、こちらの ARTA のボックスロゴが特徴になってます。こちらのキャップはすごいシンプルな服装にも合うし、ストリートなファッションにも合うデザインです。合わせやすい。どちらのキャップもすごい合わせやすいデザインになってますね。で、2つとも後ろにアジャスターベルトがあってて、サイズ調節も可能になってます。お子様から男性、女性、皆さん楽しんでいただけると思います。はい、じゃあ次はコタハちゃんとマーチちゃんお願いします。やっぱり ARTA といえばキャップっていう感じがしますよね。はい、そんな私たちが紹介するのはこちらの2種類のニットキャップです。どちらもオールシーズンで使えるニューエラ定番のタイプになってるんですけども、ロゴがね違うんですよね。はい、そうですね。私のものは刺繍で ARTA とロゴが入っています。おんちゃんの方？はい、私のがこちらジャガードで大きめに ARTA のロゴが入っています。結構深めにかぶれるので、耳まで、はい、すっぽりかぶりたいっていう人はこちらおすすめです。逆に私のものは少し浅めなタイプですので、小さなお子様や頭の小さな女性にもおすすめです。そして私がかぶっているものはブラックもございます。色も好みに合わせてお使いください。結構最近寒くなってきましたので ね、 ですね。はい、ぜひこれからの季節に合わせて、はい、チェックしてくれたら嬉しいです。はい、皆さん私たちのおすすめのキャップはいかがでしたでしょうか。はい、じゃあ2人も戻ってきて。すべて ARTA 公式ブランドサイトでご購入いただけます。そちらもぜひチェックをお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。